ニコライ・クラウディウス・スタンチュは、ルーマニア・アルバ県、クリカウ出身のプロサッカー選手。ルーマニア代表、SK スラビア・プラハ所属。ポジションは、ミッドフィールダー。11歳の時に FC ・ウニレア・アルバ・ユリアのユースチームに入団。2008年5月、リーガ2の FC ・コルビヌル・フネドアラ戦で、トップチームデビュー。この時わずか15歳と18日だった。二千十年五月、 FC ステアウアブカレスト戦でリーガ1デビュー。翌月、VFB シュトゥットガルトのトライアルを受けたが、遺跡金で折り合いがつかず契約には至らなかった。2011年3月の FC ペトロルルプロイエシティ戦で初ゴール、さらに試合終盤にはキャプテンマークを巻いた。シーズン終了後、ブレシアカルチョ、セルティック FC、 TSG1899 ホフェンハイムといったクラブが獲得オファーを出したと報じられた。2011年9月 FC バスルインがスタンチを獲得したことを発表。2012年3月のペトロルルプロエシティ戦で移籍後初出場、初ゴール。2012年8月の UEFA ヨーロッパリーグ2012から13プレイオフインテルミラーの戦で PK から得点した。 2013年3月、FC ステアウアブカレストがスタンチュー5年契約で獲得したことを発表。UEFA チャンピオンズリーグ2013から14では全12試合に出場し、プレーオフのレギアワルシャワ戦でゴールを挙げた。2015年夏にクリスティアン・タナセがクラブを去り、それまでタナセがつけていた背番号10をスタンチュが受け継いだ。2016年2月、 契約を2021年まで延長した。2016年8月の UEFA チャンピオンズリーグ2016から17予選2回戦、AC スパルタプラハ戦では、ファースト、レグセカンドレグどもに得点を挙げ、3から1の勝利に貢献した。2016年8月、RSC アンデルレヒトに移籍。移籍金は780万ユーロ。 さらに活躍次第で200万ユーロが追加で支払われる。この金額は、スティーブンド・フールの600万ユーロを抜き、クラブ及びリーグ史上最高額を更新した。2016年9月のシャルルロア SC 戦で、移籍後初出場。2018年1月、AC スパルタプラハへ、移籍2019年1月28日、移籍金1000万ユーロで、あるアハリサウジ FC に移籍。 あるあはりの財政的問題により、SK スラビアプラハが400万ユーロで保有権の65%を取得、2019年7月に4年契約を結んだ。U-19 世代から代表に選出されており、UEFAU-19 欧州選手権2011に出場した。2016年3月のリトアニア代表戦で、A 代表初出場、初ゴール。5月、 アンゲル・ヨルダネスク監督が UEFA ユーロ2016のメンバー23人の一人に選出した。開幕戦のフランス代表戦とアルバニア代表戦に出場したがチームはグループステージで敗退した。2016年9月 2018FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のモンテネグロ代表戦でアドリアン・ポパのゴールをアシストした。ありがとうございます。